今日は6月20日の水曜日です。ロシアの人形のマトリョーシカという人形を描きます。昨夜はサッカーで日本とコロンビアの試合がロシアでありましたね。日本は勝ったようでした。今日はそのロシアのお人形のマトリョーシカを描きましょう。これ日本のこけしのような感じですけども、だいたい輪郭をこのようにデッサンしていきます。こけしの目がついていますね。デッサンができましたので、もう彩色に入っていきます。顔の部分を塗っていきましょう。これは 白と黄土色を、で顔の部分を塗りましょう。これを乾かしている間にこけしの模様を描いていきましょう。こけしのいろんな模様がついていますので、それを描いていきます。こけしの黒い模様を今塗っています。ここにこけしの模様で白いお花が見えていますので、これを今塗りました。こけしの模様で今グリーンを彩色しています。最後にこの目を描いてみましょう。最後にマトリョーシカの目を目と、次に口を赤色で、口を赤色で描きます。ほっぺたがちょっと赤いですので、
これでロシアのお人形のマトリョーシカの絵が仕上がりました。